小宝島港は、鹿児島県鹿児島郡豊島村にある地方港湾。港湾管理者は豊島村。統計法に基づく港湾調査規則では、おつし港湾に分類されている。港湾建設前の小宝島の空中写真。国土交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに、作成とから列島の小宝島の南西岸に位置する港湾で、 東、シナ海に面している。小宝島への唯一の交通手段である、尊営航路が就航している。小宝島では、定期航路としては、日本国内で最後まで常時、橋け取りが行われていた。1982年に、小宝島港改修事業が着工され、1990年4月10日より、節岸しての役が可能となったが、港湾施設が小規模であるため、 気象、生打ちの状況によっては抜け行となる場合がある。2013年度のフェリーと島の運行実績は、計画公開数115回に対し、実績公開数104回であったが、当稿の抜け行が6回生じており、他校より、就航率が低くなっている。2015年度の発着数は212席、利用客数は1178人である。 海岸を一部掘り込んで建設されており、小規模な岸壁と防波堤のみで、旅客待合所などは設けられていない。ありがとうございます。